林久美子は、日本のタレント、ニュースキャスター、コメンテーター、元政治家。参議院議員、文部科学大臣政務官、参議院総務委員長、参議院沖縄及び、北方問題に関する特別委員長、民主党滋賀県連代表を歴任。夫は、参議院議員で、自由民主党参議院幹事長の世耕弘重。本名、世耕久美子。 1972年9月7日に生まれる。1988年、陽海地私立聖徳中学校。1991年、滋賀県立彦根東高等学校を卒業。2013年9月11日、世耕弘重と結婚。1995年、早稲田大学第一文学部卒業後、美和子放送に入社し、報道部キャスターを務める。番組、 ニュースウェーブ氏がや、選挙速報、国会議員座談会、環境特別番組などのキャスターを務めた。仕事を通じて、政治への不信や無関心を目の当たりにしたとする。また、人権問題、メディア論、男女とも動産がなどをテーマに講演活動を行う。2002年に退社し、講演活動や月刊誌などへの寄稿を行う。2003年からは、 ことコミュニティネットワークのキャスターも務めている。この頃、仕事と両立するママと、専業主婦のママの中間に位置するという生活を送っていた。2004年7月、第20回参議院選挙に、滋賀県選挙区から民主党公認で出馬した。記者の経験があること、一時の母親であること、また自民党が元 BBC キャスターで、当事県会議員であった。 スタ大鼓を擁立しようとしていたことなどが指名の背景にあった。血のみ子を抱えたまま出馬すること、BBC のスタジオに選挙中に使用を申請したことなどを自民党県連に批判されたが、同等の上野健一郎らを下し初当選。2010年7月、第22回参議院選挙に出馬し、2期目の当選を果たした。林は自らの政治活動のテーマを 教育、科学技術、文化、養護一体化、男女とも同産が、地方自治都市、一期目では、子ども政策を中心に取り組んできたとしている。滋賀放置新聞によれば、女性の視点に立った政策に力点を置いてきた。参議院では、環境委員会、決算委員会、北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会、文教科学委員会、少子高齢化、 共生社会に関する調査会、議員運営委員会、総務委員会、行政監視委員会、政治倫理の確立及び、選挙制度に関する特別委員会、消費者問題に関する特別委員会、予算委員会、災害対策特別委員会、国民生活、経済、社会保障に関する調査会などを務めている。2010年に総務委員会委員長を務めた。 小沢一郎民主党代表のもと、2006年9月に民主党、次の内閣ネクスト子供、男女とも同さんが担当大臣、翌2007年9月にネクスト文部科学担当副大臣に就任した。2010年、関第一次改造内閣で、劉博氏と共に文部科学大臣政務官に就任し、翌年の第二次改造内閣でも留任した。文部科学大臣は、高木義明。 子ども子育て新システム検討会議の作業グループのメンバーとして、養保一体化問題に取り組んだり、予算監視、効率化チームや待機児童対策チームのメンバーを務めたりした。2013年1月、海江田万里代表のもと、次の内閣文部科学大臣に就任した。いじめ、対罰防止対策ワーキングチームの座長として、いじめ問題などに取り組み、 いじめ対策推進基本法案、対話等の防止に関する対策の推進に関する法律案を同年に提出している。同年6月13日には5野党議員らとともに自動通学安全法を参議院に提出した。2012年の衆院選及び2013年の参院選において民主党は滋賀の選挙区で全敗したため衆参を合わせて 滋賀県の選挙区から選出された唯一の民主党議員となった。2014年5月、滋賀県知事選出馬のために衆議院議員を辞職し民主党を離党した三日月大蔵に代わり民主党滋賀県連の代表に就いた。2016年7月、参院選に滋賀県選挙区から出馬したが落選。これにより、衆参ともに選挙区選出の民進党議員は例に、 なった2017年、早稲田大学大学院経営管理研究科に入学し、2019年に MBA を取得。2017年からは、社会問題コメンテーターとして、テレビラジオ出演のほか、フォーブスジャパンのオフィシャルコラムニストとしての、執筆活動も行っている。2019年3月に出演した、政治バラエティ番組でもう、選挙には出ませんと述べ、 事実上政治家を引退したことを明かした。ありがとうございます。